まあ、この季節の変わり目っていうのは、うん、まあ、体調的にも気をつけた方がいいですよね、うん、いろいろとね。そうですね、うん、やっぱり単純にこう肉体条件みたいな部分でもその気温の差にこう体がついていけないとかね、はい、やっぱりそういう部分もあったりするので、うん、いつも以上にちゃんとこう自分をいたわってあげるとかケアしてあげるとかね、はい、やっぱりこう無理をしないとか、うん、そういうので大事になったりします。であとはこの季節の変わり目の時っていうのはエネルギーも大きく動くっていうことなので、はい、そうするとね、なんとなく例えばですけど人間関係でも今までこうチャンネル、うん、まあ気が合ってるという言い方でいいかな、うん、気が合っていた人が、はい、あれなんか急に気が合わなくなってきたなとか、そうなんだ、なんか一緒にいていつも楽しかったのに急に違和感を感じ始めるようになったりとか、うん、やっぱりねこう変化にこう敏感になるんですよ、うん、ちょっとそういう感覚っていうのがこう上がってくるんですけど、うん、でもその時になんかこう無理くりにこうつなごうとしたりとか、うん、合わせようとしたりするんではなくって、うん、ちょっとね放っておくっていうのが大事だったりするんですね、はい、ちょっと距離を取って様子を見るって言った方がいいかな、うん、そうするとねだん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 また再びこう人間関係だって着々と変わっていくわけですから、うん、僕たちだってこうね年老いていくとか、はい、また成長していくっていう流れの中で肉体条件も何もが変わっていきますよね、うん、だから関係性もそんな風にいつまでも同じではなくやっぱり変化していってるので、ちょっとねその今までっていうものを持ってきてなんで今までと違うんだろうと悩むよりも、うん、今変化のタイミングなのかもしれないなって言って、また再びこう自分に向き合った時にこの人との関係の心地よさってどこにあるかなっていうふうにこう客観的に捉えてね、うん、でいい距離感っていうものを作ってまた心地よく関わっていけるように工夫していく、そんなふうなね動きっていうのもこういった季節の変わり目には大事になったりしますね、うん、宇宙のエネルギーも変わってますし、うん、もちろんその中に取り巻かれているその宇宙にね取り巻かれているこの地球の周りを取り巻くエネルギーもやっぱり変わっていくんですよね。でそこにいる僕たちもその影響を受けるという、うん、まあ、このエンジェルナンバーっていうのはね、はい、こういった数字の羅列、うんうん、もしくはよく見る数字のナンバー、はいはいはい、ね、この羅列じゃなかったとしても例えば 1,2,3 っていうのを年中見るんだよねとか、うんうん、最近よく繰り返し見るんだよねとかね、はいはい、そんな風にこう数字でメッセージを送ってくるっていう、まあ、概念にこう照らし合わせた時にこういったエンジェルナンバーっていう言葉がこう生まれたんですよね、うん、そしてまたその人の、 天使ではなくてガイドですよね、うん、エリートガイドたちからのメッセージっていうこともあります、はい、つまり僕たちがこの数字を通してメッセージとして受け取るっていう、うん、このあり方に触れた時、はい、そっか数字っていうのはメッセージ性を含んでいて、はい、数字の並びによって意味が違うんだってことを例えば理解したとするじゃないですか、うん、はい、そうするとあこの人間は、うん、この人は結局その数字っていうものをメッセージとして受け取ることもあるんだっていうことを理解しているんだと向こうが要するにそれを使ってくるんですよ、ね、はい、必ず先生こう数字が並ぶことが多いんですか、うん、はい、こういったこう111とか555とかっていう同じ数字の羅列ですよね、うん、そうなんです ね、 うん、はい、ね、よく多くの人って777って見るとラッキーみたいに思うじゃないですか、ラッキー7とかね、はいはい、このエンジェルナンバーというふうに、はい、まあカテゴライズされているこう意味合いですよね、はい、1の意味とか5の意味とか6の意味とかっていうのがこう割り当てられてるんですけど、はい、でその部分でこの666の意味っていうのがあなたがお金や物にとらわれすぎていて大切なものを見失っていると、うそうなってますっていうことで、はい、なんか自分はそういう状態なのかなっていうことでモヤモヤしてるということですね。そうです、はい、だけどもしねその666を見た時に、うん、その言われてるようにあ確かにお金とか物って物質みたいなものにとらわれすぎていて物質みたいで物質っていうのは、はい、物質にとらわれていて、うん、確かにもっと大切な目に見えないこととかね、うん、もっと大切なもの心だったりとかそういうものを見失っちゃってるんじゃないかなって思うんだったらその通りなんですよねって、うん、だからその時にはそこをちゃんとバランスさせていくようにとかね、はい、意識していけばいいんで、だからその書かれている意味合いに振り回されていく必要もまたないんですよ、うん、サインなので、うんうん、やっぱりこう気づかされるみたいな言い方がいいかな、うん、そう気づかされるんですよね、はいはい、そうだからなんかこう111を探しに行くとか、うん、そういう話じゃないんです、うん、普通に生活している中で、うん、なんかやたらとふっと例えばじゃあデジタル時計を見ると1時11分になっているとか、うん、11時11分になっているとか、うん、ふとこう車に乗っていて外を見ると、うん、その前に走っていた車のナンバーが555になっているとかね、うん、例えばそんな風にしてこう日常の中で気づかされるということなんでね、うん、探しに行くんではないです、探しに行くんではないですね、はい、そうですそうです、だからやっぱりその自分の参考にしていく人生を生きていく上での参考にしていくっていう、はい、うん、そういう意識でね、この数字を使っていくね、そういうふうにこう身にこう見かけたらっていうのかな、うん、よく見かけるようになった時に調べて、あこういうことなんだって言って、例えば、まあ、111っていうのは、まあ、神聖なるスタートとかね、そういった意味合いとかっていうのがあったりしますけど、はい、あ今すごいスタートのタイミングに来てるんだなって言ってこうワクワクしてみたりとかね、うん、はい、そういうふうに使ってもらえればすごくそれを生かしていくこともできるんだけど、うん、何かこうモヤモヤするみたいな形でね、うん、使っててしまうと、せっかくいいものも、ね、いい流れもっていうのかな、うん、流れに乗り切れないみたいなことになっちゃうともったいないじゃないですか、はい、うん、そうです
ですね、はい、改めて、はい、このエンジェルという存在について伺ってもいいですか、うんうんはい、そうですね、簡単に言うと、うん、まあ神とかサムシンググレートとか、うんはい、まあ、いろんなそういった言い方が存在するわけですよね、うん、その見えない大いなる意識、はい、または存在に対しての、うん、でそういう存在を、まあ、例えばじゃあここでは神としたときに、その神と、まあ、人間というのは分離っていう、こう僕は分離って表現するんですけど、はい、分離意識から本当は僕たちが神そのものなんですけど、うん、本来、うん、だけどその分離したことによって、うん、自分と神は別のものという認識を持つに至り、はいはい、でそれによってつながることができなくなってしまってるんですね、うん、でそういった時にその乖離によってで、例えばじゃあ神のメッセージっていうのがあった時にそれを受け取れないと、はい、ね、その分離意識によって受け取れないとなった時に、その間をつないでくれるものっていうのが必要になるんですよね、うん、はい、でそこで天使というのが、まあ簡単に言うと生み出されたわけです、はい、よく天使というのはメッセンジャーというふうに言われたりしますけど、はいはい、そういった神という大いなる何らかの意識からのメッセージというものを携えて、人間とその存在とつないでくれるような、はい、そういう役割を持っているというふうに認識されるといいかなと思います、はい、うん、あのそれぞれにこう、担当する役割が違うというふうに言ったらいいですかね、はいはいはい、なので大天使ミカエルの例えば得意分野、うん、大天使ガブリエルの得意分野、うん、大天使ラファエルの得意分野みたいに、うん、それぞれこう得意、まあ人間で言えば個性ですよね、うん、そういったものを持っているというふうに理解してください。今先生がおっしゃったのは、はい、まあ、三大、ね、とても有名な天使、はい、そうですね、はい、まあ、大天使ウリエルを入れて、四大天使というふうに言ったりもしますね、はいはい、ただ、うん、本来この天使というのは宗教とは全く関係がないです。だからキリスト教にこう紐づける人たちも多いんですけど、うん、別にキリスト教に限ったことではないんですよね、はい、シンプルに例えば日本でそれを当てはめるならば、うん、天使という存在は日本では菩薩と表現されるんですね。だから人間には必ず守護天使という、まあ、ガーディアンエンジェルっていうふうに言ったりしますけど、はいはい、スピリットガイドという守護霊とは別に存在してるんですね、はいはい、とにかく何がこういわゆるスピリットガイド守護霊と違うのかっていうと、はい、守護天使というのは僕たちがこの地球に初めて降り立った時、はい、つまり肉体を持って生き始めた時から、はい、簡単に言うとそばにいてくれてる存在なので、はいはい、僕たちのその輪廻転生の歴史というものを全て把握してる存在でもあります、はい、だから結局その何が目的で彼らがいるかといえば、うん、何を目的にしてというのか、うん、彼らが僕たちの周りにいてくれるのかといえば、はい、僕たちがその魂として、うん、僕たちはもともと魂の存在ですよね、うん、でこの魂が肉体を持って生まれるというのはもちろん偶然生まれてくるわけではなく、はい、やっぱり魂の進化成長ですよね、はい、やっぱりそういった霊的成長のためにこの肉体を持ってここにいるので、うん、それをちゃんと滞りなくこなしていけるようにっていうことで、うん、それをサポートするためにいてくれてるんですね。本当は宇宙からはサインというのが本当にたくさんやってきてるんですけど、うん、なかなか人ってそのサインを受け取れなかったりしますね、はい、気づけないっていうふうに言った方がいいかな、はい、だけど数字っていうのはもうあらゆるこう生活にあふれていて、もう言い方を変えればもう外国も何も関係ないじゃないですか、はい、日本のみでもなく、うん、ね、どの国に行ったって数字というのはあるわけですから、はい、だからやっぱりそういった媒体としてはすごく使いやすいものでもあるんですよね。例えばこのエンジェルナンバーを送る天使っていうのは決まってるんですか、はい、うんうん、いえ、その時々で違います。そうです。例えばだからエンジェルナンバーというふうに、ね、うん、あの言われているので、必ずその出所は天使なんだというとは限らない、限りませんよということですね、はいはいはい。ただね、666が気になってもやもやしていますと、ね、うんうん、おっしゃってますけど、その666っていうのはバランスっていうものを表してるんですね。そう、バランスを表す数字でもあるので、うんうんうん、これを頻繁に見るってことは、もしかしたら何か今自分の人生で何かバランスを崩してることがあるんじゃないかな、もしバランスを崩してるとしたらどんな部分かな、っていうふうに、なんていうかな、向き合ってみるっていうのかな、はい、振り返ってみるというのかな、そう、そんな風にして、もし、あ、確かに最近仕事と生活のね、プライベートのバランスっていうのが全然取れてないわ、仕事一辺倒になっちゃってるわとかね、例えばそんな風に気づいたら、じゃあそこバランスさせてみようとか、でそんな風に使ってもらえるといいんじゃないかなと思いますね、まあ、111っていうのは基本的にさっきも聖なるスタート、うん、神聖なるスタートね、神聖なるスタートっていう意味がありますと、はいはい、だけど結局この1を見るときっていうのは、うん、その自分の意識ですね、はい、この自分の思考と言ってもいいですし、はい、まあ、意識がどんな状態にあるかをチェックしてくださいっていう意味も含まれてるんですね、うん、なぜならば今始まっていこうとしているタイミングなので、はい、スタートしていこうとしているタイミングなので、はい、あなたの意識、僕たちの意識が自分の現実を作っていくわけですよね、はい、そうすると今のあなたの意識がどういう状態か、例えばネガティブになっていたら、そのまま進んでいくことによってネガティブな現実が作られていきますよ、うん、でも今ポジティブになっていれば、そのまま進んでいくことでポジティブな現実が作られていきますよ。さあ、あなたの意識は今どんな状態ですか、チェックしてください、はい、そしてあなたがもしネガティブではない
なくポジティブを作り出したいというのであれば、今ネガティブになってるっていうんだったら、自分なりに工夫をしてポジティブな意識に転換していきましょうと、うん、そういう意味合いっていうのも含まれていたりしますね。はい。で、555っていうのはこれ変化を表しているので、うん、はい、その今変化のタイミングを迎えてますよと、はい、だからその変化の時っていうのは僕たちバランスを崩しやすいっていう、うん、時でもあるんですよね、はいはい、やっぱり今までとは違うリズムになっていくわけですから、ね、だからそういう部分でちょっと気を引き締めて体調管理に注意するっていうことだったりとか、うんうん、ね、今そういった変化の時っていうのはなかなかグラウンディングができない時でもあるんですね、うん、こう浮き足立っちゃう時、ね、そうそう、だからしっかりとこう気を引き締めましょうとかね、はい、グラウンディングっていう言葉を知ってる人はグラウンディングをしていきましょうとかっていう促し、そういったね、サインとして受け取るといいんですね。で、しっかりと自分のバランスを整えて進んでいくことによって、うん、その変化の波っていうのを上手に乗り切っていきますよと、はい、あとね、もう一つこの数字の中では、うん、自分の誕生日ってあるじゃないですか。あります、うん、その自分の誕生日を例えばそういうふうにデジタル時計で見るとか、はい、またはね、数字の並びで見るとか、または車のナンバープレートで見るとかっていう時には、うん、はいはい、あなたのその今進んでいる道っていうのはちゃんと正しく進めていますよって、そのまま進んでいきなさいというメッセージでもあるんですね。だから例えば何か自分がどうなんだろうって、これやり続けてていいのかな、うん、ね、このまま進んでっていいのかなって例えば悩んでいる時に、うん、はい、例えばそういった数字、自分のね、その誕生日の数字を頻繁に見るとか、うん、あとは777ですね、の数字を見るとかっていう時には、そのままその調子で進んでいきなさいという、正しい道を進んでますよというメッセージなんですね、うん、はい、だから上手にこう利用していく、生かしていくっていう意識が大事ですね、うん、決してそれらに振り回されていくんではなく、ね、自分が主人公なので、うん、はい、